マジでキレてます今日ラインがいいっぱい来てたんですよ今日店にフォイが来てる秘密でとか言ってなんか,なんかフォイのね画像とかも勝手に写真撮って送ってきてんだよもうこれどうなってんのみたいなこれ今の話ねこれつい10分前ねこれ「助けて」配信するんでそれ取り上げてほしいもう生きるのがしんどい。 一体何があったこの数分ではいじゃあもうこの人ですね皆さんあのフォイを勝手に通さして僕をに送ってますえ、それ配信中に送ってたわけじゃなくていやいやいや配信中だろう。なんだ裏で送ったらダメでしょじゃあ送らなければいいんだいそうだよなんで送るんだよや,いやでしょ自分がやれたらどうなのってこの店に行ったら写真をこれこれに送られるみたいな多分フォイ普通に切れると思うなしかも俺に送ってきてるから,だからこの人は送ってないし コレタンにしか送ってないよだから俺に送っそれを今言うってやばいだから俺に送るのがダメなことがなんで分かんないのない広まらないじゃんいやだから送るなよあんまに見てると思ってんのマジでお前またかこれおいまた喧嘩すんのかおい誰にも送ってないんだけどだ送ってるじゃんに俺に誰にもっていうのは俺に送ってる時点でもうそれ破綻してるからねそれを晒すコレタンがやばいよって話、ね、晒してないよだからこの人はあの晒してんじゃん言ってんじゃんだっていい ああ別に言うのはいいでしょ写真を晒してるわけじゃないでしょ今俺あなたが一番よくないことしてるからねわざわざ写真付きで来れたんだからと思ってずっと好きだ,ったからだからいらないってだずっと好きとか言っといてさこん,、うん、なんかくだらない話してくるの何なのじゃ何にな普通に迷惑でしょ迷惑なんだいやいや迷惑だよ普通に「フるルとか動画送りますね」 ちょっと有名な人の話をすぐさらすとかっておかしくないいやじゃあそんな話してないだから君がメールとか動画送るとか言うからでしょ。おめえだよすり替えての最初に。この話しかしてねえんだよ最初は。おめえがなんか <laughs> とか何とか言ってるから今回通話してるんだろとかじゃないって。 じゃあ何なのかまってほしくて送っただけだから私からポイさんの話してないんですよねお前からポイの話してるからね,ね LINE で、うん、配信ではしてないじゃんまだ配信で言ってほしくないの分かるよだって悪いことしてるんだもんねあなたがね別に 来たから来たって言っただけじゃん。じゃあいいじゃん。<だ>じゃあ俺もじゃあラインがこう来たから俺も言っただけじゃん。ゃ配信で言っただけじゃんってなるけどね。だってすごい親し的だったよ。すごい。一番悪いのは盗撮した画像を俺に送ってる人です。もうこれあの出します。もうこれちょっと。はいこちらです。隠れてますけどこれがほいです。勝手に盗撮して女の子となんかね。 やりとしてるのをね、こうやって画像出してます。もうおかしいです。この女は。女を<え>送られたら嫌でしょ嬉しいなって感じ。で送っただっけあ、そうですか。はいはい、了解です。え、別に悪口とか言ってないじゃん。いや、別に悪口の話なんかしないよ。<え>俺はね、えー、ーホイの盗撮して、それを俺に送ってきたって言ってるだけですよ。え、それを晒すのがやばいよ。普通に。うん、まあ、お前もやばいけどな、俺に送ってんの。うんー、だから、送らないね。もう二度と。はい、で、知ってんのは結局かまってほしくて送ってただけ。台本です。どういうこと、台本っていうのは。おい。 ままいいです着てますてねやばいなこれ。なえどういうことだこれ誰かとつるんでやってるってこと、まあ、それかなんか俺とこいつが裏で実は台本組んでましたっていう体にしてそれを今私は暴露しましたみたいなことをやって俺に迷惑をかけようとしてんのかなだいぶ貴重ないちょばちょ普通に貴重いんだけどほんまにいやもうありえんくない普通におマジでムカついてきた仲良くしてくださいいやいや許さないからお前。 じゃあ説明しろって早く。台台本じゃないですか何がああって,、うん、あってことはじゃあ俺がおめえと裏でやり取りしてたってことね。うんうん、じゃあ証拠あるよね。うそういう証拠あるよなさすがにな。お前はそれを今陥れようとしてるわけでしょ俺を。ああこれこれはあのなんか台本とか作ってるんだみたいな生放送で。うん、俺普通に許さないから<ー>そういうの、はい。じゃあ出して証拠。あるよな。そまにやらられてるからこっちが い,やいいから台本ってことはだからこれ全てこの流れがねもう作られた、ね、やつで,でその証拠あるよな。何の証拠ですか台本って言ってて言んんじゃんおめえ 打ち合わせの証拠を出せよ、早く。え、その前に、えー、だ話そらすなって今何を送ればいいかって今言ってるじゃん、聞いてんじゃん。話変えんなって、いや、俺の話聞け、最後。か話ができないんじゃん。早く、早く。だお前ね、それ、だ早くして。ししてほあ、分かった。なのに、勝手にかった。か、うん、あ、待って、じゃあ、謝って。いや、お前がな。 いやお前嘘ついいてるしょ<で>いやまずお前嘘ついてることじゃあ謝ってじゃあ俺もう台本の話し外しないからねまずそれ謝ってごめんなさいってことは今じゃあ謝ったってことは台本でもないし、えー、台本の証拠があるっていうのは嘘だったってことでいいんですかはい、はい、ごめんなさいはい嘘つきさんお疲れ様ですよ<ー>で僕はあなたに絶対謝りませんいや今年一ムカつくねこの女いやもうレベルがちげえわ <music> もし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 あの本物ですか え、どういうことあ、いや、なんでもないです。7年間片思いしている男性がいるんですけど、その方は11年くらい、配信者さんなんですけど、えー、誰これこれさんです。えてか、君何歳なの ?23 です。軽減人数は ?0 人です。え新車ダサい話なんですけど、お恥ずかしい話なんですけど。 これこれさんのことが好きで、ああ男性として見れませんでした。ああ、他の,男性を他の人が。ああ、でそれは俺も俺のために取っとったってこといや、まあ、多分叶うわけないですけど。いや、でも俺そういう一途な思い、嫌いじゃないよ。ちょっと待って、えー、っと、なんちゃらリセさん、えー、7月同じくニコ生の名前でし、キザシさんと付き合っていたことが判明。あれあ、それは、相手が勝手にストーカーしてきただけです。はい 相手がストーカーしてきましたそれはで民事裁判にもなってます、えー、ニコナン氏元アイドル生主リセ、種ヶ島木ザ氏同時に報告謝罪枠を取り釈明謝罪枠取ってるみたいですけどとりあえず何かしらの形で謝罪配信とか説明はするので許してにゃんいや相手が取ってましたいやあなたもなんかツイートしてるけどでも2022年に。 それは勝手に取られましたじゃなくてあなたがツイートしてるけどって勝手にツイートされたんですだから私事事件にもなってます勝手にツイートそんなわけないじゃん,なんアカウント共有してたってこと共有してました<は>あの教えてもらってたんですじゃ,じ,ゃじゃあそれ恋人やん恋人だからアカウント共有してたんじゃないのだからニコ生を教えてもらってたんです意味わかんないから生放送報告実は配信前から恋人がいましたを開始しましたあなたなんか生放送してますけど なんで嘘つくんのいやそれは相手が撮ったんです嘘をつくなこれ自分で配信してるじゃんこれ見ればなんで信じてくれないんですかだって証拠があるから共有してただけですだから君がでも配信撮ってるじゃん顔が映ってるんだよえ,<っ>えちょっと待って動画がある2年半で34回しかセックスしてないっていう動画があるらしいですけどちょっと流していいですかそれは大変でしたね, <laughs> ね全然,全然うもうあれでしたもんセックスレスフフフフフフ <laughs> あれやばい <laughs> <laughs> その声の私じゃないですよね。明らかに。すいませんこれあの李成さんと木崎さんの会話でセッフレスっていう話をされてますが明らかに私の声じゃないですよね。いやあなたの声ですよこれ。違います。なんで嘘つくのしょうもない。なんでバレバレの嘘つくの。 同じだってこちらの方はどうでしょうかこちらの方はまあほぼ俺で性格は俺よりいいですどうなのだから今呼んでんだからうんとかすんとか言いなよ何なの君は失礼だなまあこれこれさんよりはマシですね <laughs> いやこ,これっすよ<笑><笑>なんだ急にはお前誰でもいいんかよ誰でもいいで、ね、もうどうでもいいですうわキモキモすぎるわさすがにあなたの性格の方が気持ち悪いです どう考えてもお前の性格のは気持ち悪くね。人を使ってさ、俺と繋がろうとしてる。厳しい環境で育ったくせに性格はゆゆんでるんですね。恨みに出たんですね。何を言ってる？お前本性出たな。何が英才教育だよ。英才教育？俺英才教育受けたんで言ったっけ？お前でも七年間片親してたんでしょ？それを。二十六まで実家にいて。実家？ いやいないよ俺実家に一人暮らしだけど26俺20歳が一人暮らしだよてか何なの君最終的になんかボロクソ言い出してるけどお前がクソなんじゃんあなたの本性が分かったからですやっとねこれで君の本性も出たからよかったよお前まんまとだされたなお前の本性を暴くために俺は今これわざとこのキャラでいたんやまんまと騙されたなお前今までですかそうや全て作り物やお前の本性が出たな最低な女や好きだった人をコケにしてお前が言うな いろんな人利用してお前が言うな俺がいつ好きな人を公言したんだよお前みたいに俺がいつ好きな人をなとつながるために第三者を利用したんだよお前だろ全部あんたはさんざんバカにしてきてるだろうどういうことだからお前の話今してんの話そらしてんじゃねえよお前だよそらしてんのお前だよとか言ってそらしてんじゃねえよかわいそうなのは俺と醜い心を持ってるお前だよ気持ち悪い 気持ち悪い。何年か片思いしてたくせに。豚が。ビデオのスクショ出していいよ、おばさん。無理。じゃあ、やまって、ちゃんと。ん豚はシーツだからな。いませんでした。豚って言って。おぉ、分からいんだよ、ババアクソババアが。お前34だろ。クソババアもう以上だ。消えろ。まあ、昨日、あの、これこれファンミーティングっていうのをしたんですよ。まあ、有料イベントになるんですけども。 このこれこれファンミーティングのまず会場に参加するにはですねお客さんとしてメンバーシップに入っていないといけないのとプラス顔つきの身分証がないと入れないんですよ。 書いてあるんです。購入ページに。なんですけど、顔つきの身分証を持ってない人がですね、約10人いました。やばくないっすかそのせいでね、開演が遅れたんだよ。そういうバカのせいで。で、しかも、めちゃくちゃ外役なんだこれね、ちなみに着物のリスナーだったんだよ。 一応、全員追い返しました。そしたら、その着物のリスナーが、20分ぐらいごねて、でもスタッフさんもめっちゃ迷惑してんの。で、そいつのせいで進まないし、20分ごねて、で、しかもしまいには、おいこれこれ出せーで騒ぎ出したんだよ。やばいでしょ。クソバ,バアしかも、この人ね、あの、もう一つある話、えっと、会場の人に絡んで、こんなのおかしいでしょお姉さんあなたもそう思いますよねーみたいな。 やばいでしょ。だけだもう止まんなくなってきた。許せん。あーそうだ、もう一つあった。このおばさん悪質なのがライブ終わりにライブ会場前ウロチョロウロチョロしてたの。多分出待ちなんだろうけど、こいつしかいなかったからね、ちなみに出待ちしてたの。みんなね、ちゃんとね、おりこに帰ってったのに、こいつだけウロチョロウロチョロして、で、スタッフの人と目が合った瞬間走って逃げたんだけど、これそこほんま気持ちが悪いな。あーそう、もう一つあった。こいつ、手になんか、缶ビールがなんか持って酔っ払ってきてたんだ、そして。超あ ってる本当にだから酒臭かったんだ思いわちょ忘れてた忘れていっぱいありすぎて忘れてたこいつ酒なんか片手に持ってきてたんでもう終わってるでしょうよ100万だよあ QR コード来たわもしもしはいいやはいじゃないよ本当に申し訳ありませんでした君まず何歳、うん、?42 ですはいあとお酒も持ってたよねお酒は持ってってないですえ片手に持ってたじゃんいや持ってないですえ 持ってない。お酒みたいなの持ってなかった？は持ってないです。紙コップも？はい。なんで嘘つくの、はい？コーヒーです。コーヒー？えさっきさなんか手に何も持ってないみたいな言い方だったけどね何じゃあお酒じゃなくてコーヒーってこと？はい。で酔っ払ってた？いえ。 てかさ、悪態ついてる時の写真さ、晒していい君が受付のところで他の人がいるのに、これこれ出せーとか言って、テーブルに腕を置いて、悪態ついてるところ。はい、晒してください。これやばいな、やっぱり。ちょっと待って、ほんまにやばいからね。はい、こちらです、皆さん。このようにですね、受付でこう、人がね、いっぱいいるでしょえー、で、これ受付してるでしょなのに、このババア。あれこれこ、コーヒーこれ。 これコーヒーこんな色だっけあれカフェラテだと思います。はい。色で勘違いしたのかなじゃあ誰か。<laughs> どっちにしろ関係ねえからな。これがお酒だろうがコーヒーだろうが。この容器に酒入れてごまかしてんじゃねえのか着物呼ぶから。おい、久しぶりだな。あ、誰っすかこいつはですね、42歳のアルチューババーセブンイレブンってやつです。お前酔っ払ってっから今日、歯止め効かねえぞ お前さ、イベントに酒飲んでさ、お前、チェキ取ってる時さ、俺もさ、あの、これさ、もうさ、あれだからね、お前のこと酒癖で気づいてるのに言わなかった。ほら、やっぱり。いや,いや、そう、こいつ、やっぱ酒飲んでましたよね。いや、酒飲んでてすげえ臭かったんだって言わなかったお前、嘘ついてんじゃねえよ、お前。タリーズで買ったコーヒーとか言って、お前、タリーズ、酒入れただけだろ、タリーズの下にあるローソンで。 お前酒じゃなかったらスパイシーな匂いしてるだけだからな、体から前日のが残ってたのかもしれないです。前日何時まで飲んでたんですか覚えてない。覚えてないんだったら、朝方まで飲んでて、その酒の匂いが残って2日上で来たっていうことになりますけど、それで匂いが残ってたってこと可能性はあると思います。はい。まあもう分かりました、モノさん。こいつ出禁にしてくださいよ、モノさんのとこも。いや、もう出禁よりやばい措置ありますうち。なんすか破門です。 あの今世紀最大の被害を受けて、ちょっとごめんね、皆さん、あの声低くて、本気でキレてるように聞こえるかもしれんけど、マジでキレてます、今日この画像はですね、マネージャーから送られてきた、えっと、事務所に届いたプレゼントの一覧の画像なんですよ。これが届きましたよと。で、まあ、じゃあ、これ、送ってくださいと。 いう話なんですけども、まあ、一応ですね、僕にあのプレゼントが届くときは、中に爆弾とかね、毒蛇とか、まあ今で言うとね、VTuber の事務所にも送られてましたけどね、GPS 類のね、機械とかが入ってる可能性があるから、一応ですね、中を全部ですね、チェックした状態で大丈夫だったら僕の家に送るみたいな、そういうシステムになってるんですよ。はい、で、届きました。僕の家に。で、この左のね、下のこれを見てほしいんですけど、これ、チョコなんですよ。バレンタインチョコ。 であの僕の家に届いたのがこれです。でまあこれもう見たもらったら分かる通り上食われてるな完全にこれ食われてるな明らかに。でこれ下ねこれ下下の段なんかあのチョコぶっさすつまよの紙しかこれないけどそんなわけないやんっていう下の段これあの商品の画像見せるけど本来こうなってます。 ま、あつまりですね、もう敷き詰められてるんですよ、チョコが。はい、これ下の段ない。全部。全部ない。加え取る。全部。下の段、美味しかったやろ多分。下の段、特別に。加えてる。全部。で、上も、加え取る。で、もう一個送られたのがあって、はい、これね。これ、まあまあ高いですよ、ちなみに。これ多分4000円くらいする。加え取る。半分。以上。半分以上、加え取る。これ、半分、加え取る。 っていう話を昨日したんだよ。配信で。で、これね、あの、事務所の人に確認したら、このプレゼントは、他の人のが混ざった可能性があって、他の人の間違えて、これこそのプレゼントでして送っちゃったかもしれないですって来てたよ。最初。これは、そもそも俺宛てのプレゼントじゃないと。このチョコ2つは。ほんまかって思った、俺。 そんなことあるこのクオリティのチョコ、事務所にあるかなと思った。あの、ボロッチーさ。もうあと5秒ぐらいで潰れそうな事務所に。こんなチョコあるかなと思ったの。待てとじゃあもう配信で送った人探せば一番いいやと思ったのね。で、昨日、これ、ぐちぐち15分ぐらい言ったんですよ、配信で。これ送った視聴者いるかと。で、結果いなかったんですよ。<laughs> だから、あ,あ、本当に <laughs>、 俺やってじゃないんだと思って。誰もこれ送ってないって言うからね。おらんかったんよ。昨日配信で言った時はね。そしたら、今日、DM で、お疲れ様です。昨日の配信で取り上げた抹茶チョコを送ったものです。購入した証拠を送りますと。はい、これです。注文履歴。これ、金賞、銀賞取ってる4000円のチョコ。こっちの方が高いんかいと思ったけどね。こっちじゃなくて。相当うまいな、これね。9個で4000円やからな。 これ、視聴者が送ったチョコだったんだよこれまた誕生日プレゼントの時の二の舞やもうこれ。どうなってるこれ。なんでこんなことが起きたのかと。確認したところ、先ほどですね、僕に送られたプレゼントは一個一個ね、あのー、危険なものがないから、あのー、確認してるという話があったじゃないですか。で、その確認作業してたんだって、開けて。確認作業終わった後ですね、このチョコをですね、ライバーの 差し入れコーナーのとこに置いてたみたいで、で、他の社員が食べたそうです。どうすんの、マジで、これ。っていうかさ、ライバーの差し入れにこんないいもあるわけないだろ。う誰だよ、食ったやつって思って、ラインでは、食ったやつ誰かあのちゃんと精査しろって言ったけど、食った人は悪くないですってなってるから、まあまあ確かに食った人は悪くないからな、食った人。 さすがに食った人をねお前かっつって差し入れコーナーにあったみたいだからそもそも食った人はね、まあ、悪くないどうすんのこれもし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 あっやはり女性の方でしたがすみませんこの度はいえとんでもないです本当に申し訳ないうちのあの5秒後に潰れそうな事務所ライバーがすみませんでした本当にこの度はいえ本当に大丈夫です,すみませんこちらこそあ,あんまそんな怒ってないですかねうん 呆れてるの方がいです、ね、あーすいませんもうほんとにうちの事務所はね <laughs> もうろくでもないやつしかいないんですよほんとに影マージャンもするようなやつがいたしね中抜きとかねそうもうあれしてる100億パーセントしてるからねあんなもん <laughs> もう絶対もう,もうちょっとこれほんと申し訳ないんで一つ、はい、僕今考えたのは僕ができる範囲での願いをちょっと叶えようかなって一つだけあなたの何かありますかいや何でもいいですよ まあできれば簡単なので、ねうん、まあでもこうやって取り上げていただいて、えー、通話もできてああはいはいはい、はい、それだけでもまあ十分というかありがとう <laughs> いや素晴らしいこれもファンの鏡だよみんな <music> ねちょっと今日はあの本。 あんまりね普段ね僕ねあの本気で怒ることがないんですよまあ怒ってる感じでねちょっと強めのイントネーションとか強い言葉吐いたりはするんですけどまあここ最近でまあ一番怒ったかなというかまあもう普通に犯罪に巻き込まれとるなという <laughs> 話なんですけども一番ですねもうここ1年間で一番かなであの僕はですねあの皆さんは知らないかもしれないけど無類の温泉好きなんです 露天風呂に入ってたんですよ。これこれさん普通にバーってね「いやー夏の露天風呂もええなー暑くてーで」で「風も入ってでもなんか気持ちいいなあ」で「これぞやっぱ夏の風呂やなーという風にあにゆっくりとですね温泉入ってたんですよ。そしたらですねはいもうこれやばいですね。 いきなり女性がスマホえっみたいな。はみたいな。意味わかんないじゃないですか。どうやらですね、まあおそらくですけど、見た感じ、誰もいないと思って入ってきてるんですよ、露天風呂に。で、動画を撮りながら露天風呂に入ってきたんですね。で、俺のことを、まあ最初、気づいとらんかったんよ。俺と目が合った瞬間、わーとか言って、いやいや、こっちがわーやからっていう、逃亡したんですよ。 えー、もう風呂が出てそこを通報したんですね。もうあのー、フロントに電話かけて「すみません、あの不審者がいます」っつって「で動画撮られました」って言ってなんか変なおばさんが男湯に入ってきてどなんかスマホを持って動画回してます僕の裸が撮られましたって言って、えー、店員さんがね女性の方に行って問い詰めたとそしたら女性の方ね「スマホ持って行ってませんよと」とは何言ってんのこいつ。ねえ。 えー、店員にですね、いやいやもうそんな嘘ついてるやつ、もうちょっと、ダメやって、もう話させてくれって、話し合いやって、えー、言ったところ、トラブルになるからダメだ、はってじゃ、じゃあ動画消させてくださいよって、目の前で消してくださいよって、うん、そんなのもできないんですかみたいな。 でも店員ももも意味不明なんでですけどそもそ店も、えー、員と女性が風呂場から出てきて帰ろうとしていたので追いかけて話しかけましたでその動画があるんで今から流します <laughs> これほとんど見えないんですけど、えー、と一応この丸いのが僕でこれあのー、タオル巻いてます頭にでこれなんでかっていうと風呂上がりだからですあ <laughs> <laughs> まあこれねちょっとね、いきなり動画回してるんで、音質悪いかもしれないけど、聞こえるかな一応、聞こえない人に補足で説明すると、今、この会話で、動画撮ってたけど消しましたって相手は言ってて、プラス、そもそもお風呂って動画撮影禁止じゃないですか、すべて。 うん動画撮影オッケーな風呂なんてないでしょ裸で入るんやから入り口に動画撮影禁止って書いてありますよねって言ったらいや見てませんでしてって言ってんのでもねもし SNS とかねこの他はにした場合、はい、ど,どういう風にいやこれは信用自分自身もしした場合情報を開示してもらっていっのかなかでそのレベルですけどだって僕の裸が映ってるんですいいはいこれ聞いたでこれは今旅館えっ、ー、と店員がえっ、ー、と店員の人に えもしこのおばさんが SNS に僕の、そのと、俺の裸を盗撮した動画を載せた場合、情報開示してくれるんですかみたいな。って言ってるんだけども、この店員さんも,も、なんか無言で、なんかやり過ごそうとしてて、で、プラス、えー、今、このおばさん、あの、映ってませんって言ってたよね。映ってるから、ちなみに、この後わかります。これ今、iPhone 見えないんですけど、一応 iPhone の画面も撮ってて、おばさんの。うん。で、それが、これです。これちょっとね、あんま、あの、 ほとんど見せれないんですけど、えっと、このピンクが僕の体で、これが僕の顔です。<laughs> えもう一回言いますね、ピンクが僕の体で、これが僕の頭です。で、これ、お風呂入ってます。いや、もうがっつり映ってるでしょで、えー、っと、まあ、これ、この後言うんですけど、僕は、あのーま、マスクして温泉入ってます。<laughs> 前世です、ね、ちょっとお風呂でまず持ち込みはもう実際禁止されてますのでこれはちょっと申し訳ありませんが今後やめていただいてで,でこれちょっとさもうごめんねもう俺がもしかしたらねちょっとあのー、怒りいやうーん分かんないけど店員の言い方も気に食わんわけなんでこんな低姿勢なの盗撮犯がいるのにこんな柔らかい言い方ある警察に突き出せよって思ったけどね普通にあと出禁んでこんな柔らかい口調なのみたいな やっぱそういうちょっと偏見があるのかなーっていう感じのね地域なんですよね。これあのやっぱ僕みたいなデブでおっさんもういいとしっか言来たらおっさんのがなんか別にど捉えたからって騒ぐなよみたいないや感じだったよ当に雰囲気的には。